2020年さまざまな社会課題があらわになったこの目まぐるしい社会の変化に適応し解決する方法があるはずだ 3D 都市モデルに分野を超えたあらゆる情報が集積することで社会は次の段階に向け加速する。 試みは新しい世界をつくる 3D 都市空間情報プラットフォームプラトーはい、えー、皆さんこんばんは、えー、門川アスキー総研の遠藤です、えー、プラトーハンズオン03にご参加くださりありがとうございます、えー、本編を開始する前に、えー、今年度のプラトーのイベント全体についてお話ししたいと思います今ゼグ出てますけどね えー、プラトネクスと題しまして、今年度はライティングトーク、えー、それからですね、えー、ハッカソン、あと、今日の番組の最後にもお伝えしますけれども、えー、アワードも計画されています、はいえー。ライトニングトーク03はですね、えー、もうまもなく21日ですけれども、 えー、プラトを利用した実体験、あるいはプラトに関連するツールなんかに関して、えー、語っていただきます。えー、プラトをより親しんでいただく良い機会になるんじゃないかと思います。はい。えー、ハッカソンは、えー、先日、東京、福岡に続いて、えー、クレ、広島のクレですね。それから仙台でも、えー、実施いたします。えー、クレ・ハッカソンは11月の5、6の2日間、 ヤマトミュージアムで開催いたします、えー、ハッカソンの、えー、仙台はですね、えー、11月12日、えー、13日の2日間エン、えー、スペースで開催いたします、えー、詳細はそれぞれのコンパスページをご覧ください、えー、まだ参加枠には空きがありますので皆様の参加をお待ちしております、えー プラトー公式ツイッターでは、えー、引き続きイベントの最新情報をお届けしますので、えーま、皆さん、この機会にぜひ、えー、フォローをお願いいたしますと言っても、まあ、検索でも、えー、プロジェクトプラトーをツイッターで出てきますので、えー、よろしくお願いします。えー、今回のハンズオンで、えー、プラトーの理解を深めていただき今後実施する発行様へぜひご参加ください。 え、それからアバードですね。え、また今後のイベントの詳細に関しては、イベント特設ページでご覧いただけます。え、スラックコミュニティも運営してますので、ぜひご参加ください。え、それでは、プラトー、え、ハンズオン03ですね。どうぞ、お尋ねしきください。え、講師の西尾様、よろしくお願いします。 はい。よろしくお願いいたします。今、ご紹介にあずかりました、えー、西尾と申します。えー、これから、プラットフォ、えーハンズオン03ということで、えー、今回はブレンダーについて、えー、ハンズオンを行っていきたいかなと思っておりますけども、えー、今、画面が見えておりますでしょうか。えー、とまず、ハンズオンの事前準備ということで、えー、いろいろ資料をお渡ししていたかと思います。えー、皆さん、やっていただけましたでしょうか。まず、簡単にちょっと、 説明させていただきますと、一応初級編、中級編ということで、なんとなく構成を分けておりまして、まず初級編のところで、ブレンダーの3.11のインストール、また東京の、東京都の 3D 都市モデルですとか、あと、背景画像と。 しまして hdri というまあ、あまり聞きなじみのない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、えー、こんな感じの形式の画像のダウンロードをお願いしますというご案内を差し上げております、えー、ここであまり詳しく説明することはしないんですけどもえっ、ー、とブレンダーが入っ っていないという方は、えー、おそらくいないかなと思いますので、えー、まずブレンダーのインストールとあとも、えー、起動しておいていただけると、えー、進行がスムーズに進むかなと思いますのでよろしくお願いいたしますまた、えー、と東京都の 3D 都市モデルですね、えー、とこちらさっき、えー、実は一部の方からご質問いただいたんですけども、えー、東京都の 3D モデル、えー、ダウンロードするだけではなく、えー、ZIP の方でダウンロードされるんですけども回答の方よろしくお願いい お願いいたします。中のファイルを使っていきます。と、あと HDRI という形式の画像があるんですけども、えーまあ、この会話では結構有名なポリヘブンというウェブサイトがございますので、そちらを利用して HDRI 画像をダウンロードしてお願いいたします。はい、あと,編という というところで、えーとまあ、下にも注意書きが書いてあるんですけども、えー、中級編ではコマンドラインの操作ですとか、まあ、ブレンダー以外のツールですね、こんな感じの操作も行っていきますので、ちょっと、えー、難易度ががっと跳ね上がってしまう可能性がございます。なので、えー、と中級編以降では、まあ、見ているだけでも構わないのかなと思っておりますけども、一応、えー、実施されるという方向けに、えー、このようにずらずらっと項目書かせていただいております。 えー、熟編はちょっと、えー、時間もそんなにないかなと思いますんで、割愛させていただきますが、えー、内容としては、こんなようなところで、えー、掛川市というところですね、の都市 3D モデルをダウンロードしていただくというところと、えー、Docker というツールをインストールしていただく。 ま、それに付随して、え、CTGML ツール、スおよび c j i をのインストールと、天群データを扱うときに利用するクラウドコンペアというものと、え、Blender で GIS、地理空間情報システムを利用することができる Blender GIS アドオンのインストール。あと、えと、オープン トポグラフィーというサイトがありますけども、えー、BlenderGIS の中で地形を表示するみたいなことができるんですけども、その利用に必要となっておりますので、えー、こちらの API 機能取得なんかをお願いしている、えー、というところになります。はい、えー、事前準備としては以上となりまして、早速ちょっと、えー ハンズオンの方を始めていきたいかなと思うんですけども、まずちょっとだけ自己紹介させていただければと思います。私、ウェブ GIS エンジニアを名乗っておりますけども、西江悟と,と申します、えー。前職は建設コンサルタントという、まあ、河川、まあ、例えば堤防ですとか、まあ、紐という、まあ、 街から河川の氾濫を守るための構造、えー、物なんかあるんですけども、えー、こちらの設計なんかは重視しておりましたけども、現職では Web ですとか、えー、GIS のアプリケーションを開発を行うエンジニア、えー、もしくは、まあ、AWS なんかのですね、クラウド基盤の構築を行うエンジニアとして働いております。えー、Twitter ですとか Kita、えー、の方なんかもいろいろ積極的に活動していますので、えーまあ、気になった方がいれば、えー、フォローよろしくお願いします。 というところと、えー、弊社の紹介をちょっとさせていただきたいんですけども、先ほどからちょっと、えー、話が出ております GIS って、これ何なのかといいますと、地理空間情報と言います。えー、で、見えるねっていうのは、えー、地理空間情報に関する、えー、取り扱い、まあ、案件ですが、お仕事なんかを取り扱っている会社になります。 でえー、と地理空間情報って何なんだっていうのが、まあ、ちょっと分かんない人ももしかしたらいるかもしれないんですけども、えーまあ、こんなイメージですねなんとなく Google マップを想像していただければいいのかなと思うんですけど、えー、Google マップの中を見てみるとですねここに川があって電車があって建物があって道路があってのような、まあ、インフラですとか、えー、防災環境 交通、カーナビですとか、エリアマーケティング。最近でしたら、えーまあ、プラトのデータが利用されていたりとかっていうところもちらほら見かけるんですけども、Unity なんかでですね、まあ、ゲームに、えー、使われるようなデータもありますけども、えー、そんなような一致情報っていうのは至るところで利用されているんだよというところなんですけども、オープンソースで、えー、この GIS データというのを扱える QGIS というソフトがあります、えー。弊社はですね、こちらの講習会ですとか、えー、拡張機能の、えー、開発なんかを行っていたり、 あと、マップタイラーと呼ばれる、こんな感じですね。えー、ウェブ上ですとか、えー、アプリケーション上、えー、Android ですとか、iOS のアプリケーション上で利用できる、えー、地図の配信サービスの日本代理店をやっていたりですとか、 最近始めたんですけども、えー、組織内にバラバラバラっと散らばっている GIS データっていうのを、えー、共通で管理して、えー、みんなで、組織内みんなで見れるようにするっていう見えるねベースなんかっていう、えー、サービスを始めました。 ところで、まあ、弊社、えー、ざっくりとこんなようなことをやっておりますというところで QGIS ですとか、えー、住所検索、あとは位置情報、まあ、プラットなんかも書かせていただいてますけども、えー、あと天群データとかですね、えー、こんなようなことを、えー、対象にお仕事させていただいている会社になります。 というのと、ちょっとこれは宣伝というかあれなんですけども、明日ですね、えー、j ョーズ s Days という、まあ、Japan AWS Days のカンファレンスというところで、えー、スポンサーをさせていただいておりまして、この中明日の1時40分から2時までの短い時間ではあるんですけども、えー、WebGIS と AWS、また文化財についてちょっとお話しさせていただこうかなと思っておりますので、興味ある方は、えー、見ていただけると大変嬉しいです。 というところで、えっ、ー、と、まあ、弊社ですね、えー、未来を挑戦する仲間ということで、まあ、お仕事を一緒にやっていただける方を募集してますんで、えー、気になった方は、えー、ちょっと Google で検索してみていただけるととても嬉しいです。<laughs> というところでですね、えー、会社紹介なんかを、えー、この辺で終了しておきまして、えー、早速本題に入っていきたいんですけども、えー、今回、えー、タイトルとしては、こんな感じで。 プラートーで学ぶ、えー、ブレンダーの基本操作と都市 3D モデルの活用方法ということで、どちらかというと初心者向きの講座になっております。例えばブレンダーをそもそも触ったことがないですとか、えー、プラートーのデータをダウンロードしたことがなかったという方ですとか、まあ、触ったことはあるんですけども、どうやって活用したらいいのかちょっとよくわかってないよっていう方向きに、えー、とまずお話をさせていただこうかなとは思っております。 なんですけど、ちょっと注意事項として、えー、いくつか挙げさせていただきたいです。えー、結構、まあ、この資料を見ていただいた方は分かるかなと思うんですけども、えー、100何十ページの資料になっておりまして、えー、伝えたいことが多すぎてですね、えー、ずらずらずらっと、えー、資料をまとめていたんですけども、えー、一部省略することがあるかもしれません。これは時間の都合上というところですね。えー、それはご了承いただければいいか、ありがたいです。と、あと、 申し込み、今現段階では60何名ですけれども、120名参加という申し込みということで、えー、基本的には、えー、私進行するだけでフォローに回れない可能性がありますので、こちらもご了承いただければと思います。またですね えー、3D データなんかいろいろ取り扱いますので、えー、そ,のそれに加えて、ズームでの接続なんかもありますので、もしかしたらちょっとまともに動作しなくて、あたふたあたふたとすることがあるかもしれません。というところと、その他それ以外にも問題あるかもしれませんが、えー、ご了承いただければと思います。はい、それでは早速始めていきたいと思いますが、えー、まず初級編ということで、えー、やること。 えー、プラトーとブレンダーの基本を抑えるというところで、まずとにかく、えー、ブレンダーに慣れていただくというところと、ブレンダーにな慣れた上で、えー、メッシュ、これはいわゆる 3D モデルのことを言うんですけども、メッシュっていうのを自分で編集できるようになるというところと、えー、プラトーのデータを活用できるようになる。 というところと、あと、まあ、それをいろいろガチャガチャっと編集した上で、レンダリングなんかを行ってですね、自分の作品っていうのをアウトプットできるようになるっていうのを目標にやっていきたいなと思っております。その後、えー、時間、これはどこまでいけるかちょっとわかんないんですけども、えー、中級編として、その他のデータをうまく組み合わせてみようというところで、えー、一応お題目として挙げているのが、えー、OBJ 形式が整備されてない箇所の 3D モデルってどうやってブレンダーで えー、読み込んでいけばいいんだろうですとか、えー、建物が密集した東京と23区のような地域では、えーまあ、かなり重たい都市モデルもありますので、えー、分割して処理を軽量化してみようですとか、ブレンダー以外のソフトウェアを利用して、天群データの変換を行おうですとか、えー、天群データをーブレンダーで表示してみようですとか、 あと、プラグインですね。導入して GIS データを取り扱ってみようみたいなところまでやれたら嬉しいなと思っておりますが、8時半までの短い時間ということで、時間的にどこまでやれるかは分かっておりませんが、精一杯進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。 じゃあ早速、えー、ブレンダーの操作に移っていきたいと思います。資料にお渡ししているんですけども、あくまでこれはその資料として、な,なんというかですね、この講習が終わった後にも、えー、ブレンダーの操作忘れてしまったなみたいな時に、ショートカットとして、えー、ショートカット集みたいなものとして利用していただければありがたいなと思っておりますので、えー、今回はちょっと、えー、資料の方を避けさせていただいて、えー、ブレンダーの画面、 を見ながら、えー、いろいろ喋っていきたいかなと思っております。はい、それではですね、えーま、僕の方では横で資料、えー、入っていたりするんですけど、今、ブレンダーの画面のみが見えている状況かなと思っております。うん、ここから、えーと、まずはメッシュの追加というのをやってみたいと思います。メッシュっていうのは何かっていうと、えー 皆さん、えー、どのような形で、えー、進められているのかちょっとわかんないので、えー、具体的なアドバイスはできないかもしれないんですけども、シフトを押しながら A のコマンドを押すと、このような画面が出てくるかなと思います。で、このような画面を押しまして、えー、と一番上ですね、メッシュというところの立方体というのをクリックしていただくと、ポンと、ここに四角形、まあ、立方体の形式が出てきたかなと思います。えー、これが、いわゆるメッシュと呼ばれるものになります。 で、えーとまあ、メッシュの説明をしていこうかと思ったんですけど、ちょっとこちらですね、こちらの端っこのサイドバーの説明もしたいと思うんですけれども、えー、今こ、この横の方にずらずらずらっと、えー、メニューが並んでいるかなと思います。僕は拡張機能を入れてますんで、えーあのー、ちょっとだけ構成が違うかもしれないんですけども、えー、こんな感じでメニューがありますと。で、これちょっと邪魔だなと思ったときには、キーボードの N のキーを押していただくと、 ちょっと待ってくださいね。今、聞けなくなっちゃってるんですけど、こんな感じですね。はい。えー、出したり、入れたりっていうのができるようになるかなと思います。 で今ちょっと編集するときに邪魔ですので N キーを押して消しておきたいと思います。で、ここでですね、さっき僕もちょっとキーボードが効かなくなってしまったで N の機器が反応しなくなってしまったってことがあったんですけども、これはおそらくかな入力になっているときにちょっと起きてしまう問題かなと思いますので、半角 A 数字の入力モードにしていただくと N キーを押したときに。 これが出し入れできるようになるかなと思いますので、えー、基本的にショートカット、ブレンダーのショートカットを使う際には、えー、半角 A 数字モードにキーボードを切り替えていただくようお願いいたします。で、N キーでちょっとメニューは閉まっておきますね。はい、その上で、えー、早速この立方体をいろいろいじっていきたいかなと思うんですけれども、ブレンダー めちゃくちゃショートカットが多いので、覚えるのが大変なんですけども、特に基本的なものから順に説明していきたいと思います。まずはそのブレンダーに慣れて,慣れてもらうという観点で、えー、ガシャガシャガシャッといろんなショートカットを使ってメッシュを操作していきますので、ちょっとついて,いただけついてきていただけるとありがたいです。まずキーボードの S キーを押すと、このようにですね、拡大縮小を行うことができます。えー、じゃあまず 大きくして、えー、右クリック、ごめんなさい、左クリックですね。左クリックを押すと確定されて、このように、えー、キューブが大きくなると。で、その状態で、えー、G のキーボードのキーを押すと移動させることができます。G キーですね。はい。で、えー、G キーで移動した後に R のキーを押すと、こんな感じですね、えー。くるくるくるっとキューブを回転させることができます。 で、この回転と縮小拡大と移動の操作なんですけども、XYZ 軸を固定した状態で行うことができます。例えば G キーで移動の状態にするんですけども、ここで X を押すと、X 軸のみに動くようになります。で、もう一度 G を押した後に Y キーを押すと、Y 軸固定で動くようになります。 当然、z だと z 方向に動きます。というところなんですけども、えー、と、大文字で x, y, z を入力すると、その方向には動かさないという操作もすることが可能です。例えば、えー、こちら g を押した後に、シフト x を押すと、えぇ、ー、ま、要は大文字の x というところなんですけども、このようにですね、x 軸方向には絶対動かないようになります。 同様に、シフト Y、シフト Z を押したときには、えーまあ、y, y 軸には動かない、Z 軸には動かないというところになりますので、えー、皆さんもちょっといろいろ動かしていただければあ分かりやすいかなと思っております。でえー、とちょっと、まあ、脈絡がないんですけども、どんどんキーを、ショートカットを使えるようにな,なるというところで、いろいろ操作していきたいかなと思うんですけども、シフトを押しながら D を押すことで、 キューブまあ、メッシュを複製することが可能です。こんな感じですね。シフト D を押すと、メッシュを複製することができます。で、複製したメッシュっていうのは、えー、X キーを押すことで削除するかどうか聞かれるので、削除すると、えー、先ほどのキューブが消えると。ごめんなさい、これちょっと重なってますね。い、えー、個消しましょうか。はい。 で、シフト D で増やしたものっていうのは、このシーンコレクションという、えー、ところの中に、もともとあったキューブがこれなんですけども、キューブ001という形で、えー、複製されているのがわかるかなと思います。はい、これも X で一回消してみます。あとですね、えー、こんな感じで複製したときに、えー、このあたり重なっちゃって、 でえー、どうなってるのかよくわからないっていう状況が、あまあ今こんな簡単な形状ですとあんまり発生しないんですけども、えー、3D モデルを作っていくうちには結構発生してきます。そんな時はですね、シフト Z を押すことで、えー、透過表示にすることが可能になります。これ、シフト Z を押すと戻ります。 で、このえコピーした、まあコピーしたものに限らないんですけども、オブジェクトを複数選択することができます。これは1個選択した状態で、えー、シフトを押しながらもう1個押すと、えー、複製あ、複製じゃない、ごめんなさい、えー。オブジェクトを複数選択することができるんですけども、この状態で、コントロール J、ジョイントの J だと思うんですけども、コントロール J というのを押すと、えー、オブジェクトが2つ結合されます。今これ、皆さん分かりましたかねえー、っと、もともとは、 こう2つ、キューブというものが2つあったんですけども、この状態で CtrlJ を押すと、えー、1つになりますね。なんで、このオブジェクト自体がもう1つになってしまったというところになるかなと思います。はい。ちょっと一旦、えー、とコ,ントコマンド Z、えー。ごめんなさい、僕、Mac で操作しているので、もしかしたら Windows だとちょっとキーが違うかなと思,い思うんですけども、えっ、ー、と、これを戻 で、つつににし、えー、しまますすの状態に戻しておきますで,、えーでまあ、こうやってオブジェクトが複数重なっている状態だと、えー、どれを操作しているのかわからないということが多々あるんですけども、えー、結構見やすくするためのショートカットっていうのもありまして、えー、1個のオブジェクトを選択している状態で、ペンキーキーボードのンキーの、えー、スラッシュを押すと、その 選択しているオブジェクト1個だけ表示するっていうことが可能になります。他のを選んでスラッシュ、他のを選んでスラッシュを押すと、えー、そのオブジェクトだけが表示される。ますとても編集しやすいですよね。こんなような機能もあったりします。でまあ、その他にですね、えーとせ、選択しているオブジェクトを非表示にするという機能もありまして、これはショートカット。 とえー、キーボードの H を押していただくと、えー、非表示になります。何が起きているかと言いますと、ここ、えー、目のマークがあるんですけども、まあ、こっちからでも操作できるんですけど、これを目のマークを閉じた状態にすると、えー、この 3D 空間上では非表示という形になります。えー、これが H で行えると。ただ、ただし、H を行う、えー、H キーを押して消せるだけなんですけども、えー、戻したいよっていうときは、オプション 多分えっ、ー、と、Windows だと Alt キーになるかなと思うんですけども、Alt を押した状態で H を押すと、非表示になってるやつが、えー、全部戻ってくるというような、えー、操作が行えます。まあ、からなくなったときには、このサイドバーのところから、えー、目のマークをクリックしていただければいいと思うんですけども、まあ、そんなような機能も、えー、ありますと。で、えー、メッシュの操作はこのくらいにしておいて、えー、ちょっと点キーを持って、 出るキーボーボドのの方ででなないいいとと、えー、この操作ができないというか基本的にそうです前提条件としてちょっとお話しし忘れていたんですけども、ブレンダーを操作するときには、10キー付きのフルキーボードが、えー、おすすめです。というのも今から説明するんですけども、10キーの1番を,を入力すると、えー、こんな感じで。 上の方向から見てみたり、3を押すと右方向、7を押すと上方向を向いて、9を押すと反転するみたいなですね、全体を俯瞰するっていうような操作がとてもとても簡単に行えるんですね。で、残ってる4ですとか、6、2、8のキーなんかっていうのを押すとこんな感じで、ちょっとずつ。 えずれていくこれ多分15度とかそのくらいだと思うんですけど10何度ずつくらいでずれていくみたいなこんな操作が、えー、とても手軽に行えます。あともう1個さっきのスラッシュを押してそれ以外を非表示にするっていうような操作も点キーでしかできないですしオブジェクトが離れてどこかに消えてしまったよっていう時に点キーのドットを押すと こんな感じで選択しているオブジェクトにズームすることができます。これとても便利なので、基本的には点キーありのキーボードを使っていただくのがいいかなと思うんですけども、そんなないよっていう方はですね、この画面左上のビューっていうのがございますので、ここの視点から点キー キーで行うのと同じようなな操作が可能になってますので、えー、天気内容っていう方はですね、こちらから、えー、操作していただければ、えー、いいかなと思います。はい、そんな感じで、えー、オブジェクトの操作をしていったわけなんですけども、ここ。 今、えー、ビューのところの隣にあるオブジェクトというのが、えー、気になっている方いるかもしれませんけども、これ、えー、っと、オブジェクト丸ごと操作する。例えば、オブジェクトごと移動するですとか、オブジェクトごと、えー、削除するみたいな操作を行うときには、このオブジェクトモードでいいんですけども、えー、例えば、この頂点、角のところだけをビヨーンと伸ばしたいみたいな操作をするときに、オブジェクトモードじゃできないんですね。なんで、そんなときには、 こちら、オブジェクトモードではなくて、編集モードというものに移動していただくことになります。これは、メッシュを選択している状態でタブキーを押すと、オブジェクトモードと編集モードを切り替えることが可能です。じゃあ、ちょっとオブジェクトモードでー操作していきたいかなと思います。あごめんなさい、えー、編集モードですね。編集モードで操作していきたいかなと思うのと、すいません、これ1個消しますね。 削除して、G キーでちょっと上の方に移動しておきます。で、オブジェクトを選択している状態で編集モードに移動します。で、編集モードではですね、えー、と重要な項目3つありまして、この編集モードと書いているところのちょっと上のところになるんですけども、この3つのボタン、これが何を意味しているのかといいますと、端っこの角、端点だけが見えているようなアイコンになっているのは点編集モード。こちらが 線編集モード、その隣が面編集モードっていうものになります。これは点キーじゃない方の1番、2番、3番で切り替えることが可能になってます。で例えばどういう意味かと言いますと、点編,編集モードの状態で端点をクリックします。こんな感じでちょっとだけオレンジ色になっているんですけども、この 端点を指定した状態で G キーを押して移動すると、端点を中心、端点だけ移動することができます。でこれ戻りまして、じゃあ次。辺を指定した状態で、えー、こちらの辺ですね、白くなっているところを G キーを押して移動すると、辺ごと移動する。まあ、もう皆さんお分かりの通り、面を選択すると、えー、G キーを押すと面だけ移動する。こんなような、えー、操作が可能になります。 はい、で、ちょっと、面、えー、モードで操作していきたいかなと思うんですけども、このどれか何でもいいんですけど、分かりやすく上の方を選択しまして、えー、1個の面を選択している状態で、G キー、すいません、間違えました、E キーを押すと、えー、移動じゃなくて、 押し出すことができます。押し出すのは押し戻すことも可能なんですけど、これ押し出すことができます。押し出しって何かというと、この辺を残した状態で面を伸ばす。そんなような操作ができるようになっています。で、押し出しましたんで、押し出した部分っていうのは別の面が作成されるんですね。なので、面選択モードで、今新しく作った面っていうのを選択できるようになります。はい。 で、ここまた1個、面を選択しまして、えー、こちら、i キーを押すと、1個面を選択して、i キーを押すと、えー、面を差し込むことができます。1個ある面に対して、えー、内側に面を作ることができます。で、えー、まあこんなこともできますよと。 で新しく面ができたので、この内側にできた面だけを X ボタンを押して削除するということができるんですけども、オブジェクトモードの時とは違って、頂点を削除するのか、辺を削除するのか、面を削除するのかみたいな色、いろいろ削除にも方式が選べるようになっておりますが、今回はここ、この真ん中のところですね、えー、こちらを削除したいので、えー、削除、面を選択すると、中が空洞になって、えー、こんな感じの オブジェクトになります、はい、で、えーと、この消してしまったオブジェクトをまた戻したいってなったときどうすればいいのかっていうと、まあ、えー、Ctrl-Z で、えー、そのまま戻すこともできるんですけども、えー、こんなやり方もありますというところで、2番、選,選択モードを選んでもらって、えー、Shift を押しながら この内側の線分のどれかをクリックしていあ、ごめんなさい、ちょっとうまくいかないですね、えー。この内側の線分をダブルクリックしていただくと、このオレンジ色で、えー、クリックした箇所以外も選択されると思います。これはその編集、つ、ま、な、あ、がっている箇所を一つ、一周丸ごとぐるっと選択するっていう機能になるんですけども、えー、こんな感じで 四角形の線分を選択してその後に F のキーを押すとこんな感じですね、えー、選択した内側の面を貼ることができます。はい、なので、えーまあ、今こんなような手法を使って伸ばしたり内側に面を入れたり一部だけ削除したり、えー、みたいなことを行うことで、えー、柔軟に作業をすることができます。 こんな感じで、えー、いくつか紹介していた、いくんですけども、まだまだちょっと紹介したい、えー、機能がありまして、えー、コントロールを押しながら、R を押すと、ちょっとごめんなさい。うまく出てきていないですね。えー、コントロールを押しながら、R を押すと、で、ちょ、ちょっと R を押したところから動かしてみると、こんな感じで黄色い枠が出てくるのがわかると思います。コントロール R です。 でこれ、ループカットという機能なんですけども、えー、これはぐるりと一周、えー、切るというような、えー、コマンドになります。でまあ、どちらの方向に切るか、まあ、縦方向に切るか、横方向に切るかみたいなのを選べまして、今回は例えば横方向に切るというところをやると、えー、さらに横方向の中でもどんな高さに切っていくのか、どのようなことが選べますの、ね、で、まあ、大体真ん中くらいを選択して、えー、クリック。するとここに 線が新しく追加されます。線選択モードですと、えー、こんな感じで新しくできた線分が選べるようになってるかなと思います。で、えー、とちょっと省略してしまったんで戻るんですけど、このトロール R でループカットを行って、こちらクリックした後に、大体こういう操作をした後に、ブレンダーの 操作全般として、下にこんな感じですね。ちょっと見づらいかと思うんですけど、ループカットとスライドみたいな、大体こんな感じのメニューが出てきます。えー、こちらの、えー、ループカットとスライドというメニューの中の分割数というところをガカガカガカッ と増やしていくと、えー、分割数が選べます今回、例えば、えー、15分割するとなると、えー、選択した、えー、ループカットのあ面の中から、ここを13分割して、えー、すみません、15分割ですね。えー、15分割して、えー、ループカットするよというような、こんなオプションが選べたりしますので、これで OK となったらクリックをします。はい、こんなような操作ができ,できますので、えー、皆さんちょっと覚えておいていただければいいかなと思います。 またまた全然別な操作を行っていくんですけども、えー、今度はポリゴンというか面操作の段階、えー、状態にして、えー、中心の面を選択した後に、コントロール B のコマンドを入力すると、ベベルといって、あ、あちょっとこれだとわかりづらいですね。えー、どうしようかな。ちょっとわかりづらかったんで、えー 上の面を削除してしまおうかなと思うんですけど。ベベルっていうのはもしかしたら聞いたことあるかもしれない、えー、方もいるかもしれないんですけども、面取りというところで、あの縁の部分を丸みを帯びらせる、えー、ような操作になるんですけども、えー、こんな感じで、えー、面を張っていって、面選択モードにした状態で、すみません、改めて CtrlB を押していただくと、 こんな感じですね。えっ、ー、と、面の角を取ってくれます。で、クリックした後に、また、えー、先ほどと同様に、えー、こんな感じでメニューが出てくるわけなんですけども、このセグメントというところを上げていくと、こんな感じですね。えー、柔らかく丸みを帯びたような形で、えー、ベベルを行ってくれます。で、また OK だったら、えー、クリックというところですね。 大体こんなような感じで、えー、オプションが出て微調整することが可能ですんで、えー、あとクリックした後、まあ他のところからまた選択ができたりするんですけど、クリックした後消えちゃった、メニューが消えちゃったりするんで、この辺もお気をつけいただけるとありがたいです。はい。まあその他に、今でもどんどん、えー、ショットカットをお伝えしていこうかなと思うんですけども、えー、ナイフという機能がありまして、えー これは、点、点選択モードで,、えー、でも、何でも OK ですね。点選択モードでも、面選択モードでも OK なんですけども、K、K のキーを押すと、こんな感じでですね、えー、ナイフっぽい、いかにもナイフっぽいようなアイコンが出てくると思うんですけども、これでメッシュを切り抜くことが可能です。例えば、この、えー、この箇所をクリックして、えー、このあたり適当にクリック、クリック、 ククリックそこからずらーっとここまでクリックして、えー、ポン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 とクリックしてエスケープのキーをあーごめんなさいエスケープを押しちゃうとあれですね、えー、消えちゃうんで、えー、K を押してポンポンと適当にクリックしていきますでエン,エンターを押してみてください そうすると、今指定した面で面が切り取られます。なんで、えー、K、ナイフの機能を使うとかなり自由度高く、えー、面を、新しい面を作ることが可能になっています。例えばこの面を選択して、えー、E のキーで押し出しなんかを行うとナイフで切った場所だけ、えー、ビヨーンと伸ばすことができたりですとか、まあ、こんな感じで柔軟に操作することが可能です。 はい。で、ちょっとキューブの方、一回消していただきたいんですけども、えっ、ー、と、タブキーでオブジェクトモードに戻っていただいて、え、オブジェクトが選択されている状態で、X を押して削除してみてください。ちょっといろいろ操作したんですけども、えー、さようならしましょう。で、新しく、えー、メッシュを作りたいと思います。シフト A を押して、今度は UV 球 といううものを作ってみましょ、はい、UVQ を押すと、こんな感じのメッシュになります。あちなみに UVQ なんかを、えー、こういう新しくメッシュを作成したときにも、こんな感じでメニューが出てきまして、セグメント数っていうのを増やすと、ちょっと見づらいかもしれないんで、えー、編集モードでやりたいかなと思うんですけど、あ、ごめんなさい。えー、と、どうしようかな。ちょっと見づらいんですけども。 UVQ を押した状態で、リングというのをやると真ん中の UVQ を見ててほしいんですけども、かなり横、横向きの輪っかが細かくなっているのがわかるかなと思います。あと、セグメントというのを操作すると、縦向きの輪っかが細かくなっているのがわかるかなと思います。 こんな感じで、メッシュを作ったときにもいろいろ細かく状態を調整することはできるんですけども、ただ、あんまりポリゴン数を増やしすぎると、基本的には処理が重くなってしまうので、こういうことはせずに、 ありののままの状態ですね UVQ30、16なんていう、えー、設定を使っていくのがいいんじゃないかなと思います。いろいろ重たい操作をするときには、えーまあ、なるべくとにかくとにかくポリゴン数を減らすっていうことが結構重要視されたりはするんで、そのあたりは頭に入れといていただければいいかなと思うんですけども、UVQ を出した状態で編集モードにまた移動していただきます。で、その後にまた線分、選択モードを押して、えダブルクリック。 すするとあさっきのようにですね選択した箇所の、えー、演習ぐ、ぐるっと1周選択することが、えー、可能です。UVQ とかだったら分かりやすいと思うんですけど、1周ガラッと選択すると、えー、例えば G キーとかで移動したときにこ、この選んだ周だけ、えー 編集移動をさせることができたりとか、えー、拡大するときも、まあ、ちょっと UFO みたいなのが簡単に作れたりとかですね。えー、こういう機能もありますんで、えー、覚えておいていただければなと思うんですけども、ちょっとこのあたり、話変わるんですけども、こちら見えるかな、えー、ビューポートオーバーレイっていう、えー、メニューがございます。 このビューポートオーバーレイのところでいろいろと表示設定みたいな、まあ、ビューポートっていうのはまあそもそもこの 3D 空間のことなんですけども、それの設定みたいなのをちょっとすることができます。で、その下の方にですね、ノーマルっていう項目があるかなと思います。このノーマルって何かっていうと、方線のことでして、例えば、頂点の方線ですとか、 線の,これ線の頂点からの、えー、と分割された、まあ、複数の鳳線を表示したりですとか、えー、面の鳳線みたいなのを表示することが可能です。 3D オブジェクトをいろいろ操作する際には、この面の法線っていうのがものすごい重要で、例えば、えー、上方向に伸ばそうと思ったのに、面の法線が、えー、内側を向いてしまっているので、上に伸ばしたくても下に伸びてしまうみたいな、こんな変な挙動をしてしまう時があるんですけども、これは大体法線の影響になりますので、えー、ここで法、えー、線の向きがどうなってるかなーっていうのを確認するという、えー、確認できるというところはちょっと覚えておいて てもいいいののかなとと思うのと、えー、方線を反転したいタイミング何,何かしらの例えば見知らぬ人が作った 3D オブジェクトなんかを触った時に放線がちょっとだけ自分の思ってる方向と違うなんてそんな時があるかもしれないんですけどもそういう時は放、えー、線の向きを逆にすることができます。 A のキーをまあ2回というか連打していただくと、こんな感じで全ての面を選択するっていうことが可能なんですけども、この状態でメッシュのノーマル反転っていうのをやるとこんな感じで、頬線が見えなくなるんですね。 でこれ今どうなってるかというと、内側を見ると、ちゃんと方線が内側に向いているっていうのがわかるかなと思います。で、内側に向いている状態だと、G キーで、例えば移動させようとした、うん、ごめんなさい。これは全部移動になっちゃうんですけど、え例えば、ぐるっと範囲選択をしてえ、G キーで移動させようとしたときに、 ああ、これはちょっと分かりにくいかもしれ,しれないですね。えー、まあ、この面、面が移動するっていうところなんですけど、ごめんなさい。ちょっと、方線の説明だと分かりにくいかもしれないんで、ちょっと、聞かなかったことにしていただければなと思うんで、えー、方線直したいと思います。もう一回、えーし、えー、AQ を2回連打してもらって、メッシュの中から方線を。 反転これ内側になっちゃってるかな放、えー、線を外側に揃えるというキーがあるんで外側に揃えるというのをやってもらった状態で、えー、ビューポートオーバーレーの方で方線を表示すると先ほどのように戻ってるかなと思います。まあ、方線の話ごめんなさいちょっとわかりにくかったかもしれないんですけども、えー、方線が反対になって るからちょっと操作がしにくいってことは結構あるんで、覚えていただいた、覚えておいていただければ、えー、いいかなと思います。で、当然ちょっと邪魔なんで、えー、選択解除しましょう。で、話は変わりまして、えーとここ、ここにボックス選択というものがございます。で、ボックス選択というものを押している状態だと、えーまあ、デフォルトではこうなんですけど、えー、範囲を選択することができます。これはクリック した状態で、えー、離さずに、えー、マウスキーをガッと下げていって離すと範囲だけせその範囲のオブジェクトだけ選択できるっていうものになります当然見えてないところにあったオブジェクト、えー、面っていうのは反応しないんですけどもこんな感じで、えー、範囲を選択することができますで例えばこの辺ですね、えー、真ん中の中心の方の範囲を選択していただいた状態でコントロール I、はい コントロール I を押していただくと選択範囲を反転することができます。なので、えー、ここ以外、例えば選択している範囲以外を全部、えー、指定したいとなったときには、えー、いちいちちょっとずつ、まあ、シフトを押しながらクリックして、えー、全部の面を選択するっていうのもかなり大変ですので、まあ、一部だけを選択してコントロール I で反転させるっていうのが、まあ、有効なのかなと思います。 で、S キー、あまあ、例えば範囲を選択しているときに S キーを押すと、えー、こんな感じですね。S キーを押すと、選択している方向に縮まります。Ctrl-I を押すと、えー、反転して、S キーを押すと、その選択していた以外の箇所が、えー、こんな感じで操作できるというような感じになります。はい。 というところで、めちゃくちゃ駆け足になってしまったかなぁと思うし、ちょっとわかりにくい箇所もあったかなぁと思うんですけども、ここまででえー、っと基本的な、えー、3D 空間の操作っていうところと、メッシュ、えー、のまあ作成方法、移動方法なんかっていうのを、えー、学ぶことができたっていうところと、点線面の操作っていうのができるようになったかなと思います。ちょっと と分かりにくかったかもしれないんですけども、えー、このあたりですね、全部ショートカット載せてますんで、後から復習用の資料なんかとしても、えー、使っていただければいいか、ありがたいなと思います。で、えー、早速というよりも、やっとここでプラトーのデータが出てくるんですけども、プラトーのデータ、皆さん、えー、東京都のデータですね、回答されましたでしょうか、えー、回答してない方は急いで回答お願いします。 プラトンのデータを読み込んでいく際に、えー、一応こちら邪魔になりますんで、オブジェクトモードに移動して、えー、オブジェクト選択している状態で X を押していただくと削除することができます。で、プラトンのデータを読み込んでいきたいと思うんですけども、この画面左上のところですね、ファイルというのを押しまして、えー、ちょっと下の方に行くとインポートというところがあります。で、インポートの中の、えー、OBJ という形式のファイルを今回インス、えー、ダウンロードしていただいてるんですけども、 ここに OBJ というものがあります。で、その下にですね、えー、OBJ カッコレガシーと書いているものがあるんですけども、ちょっとですね、あの、Blender の方が今、えー、バージョン3.3 LTS ということで、えーまあ、新しめの、比較的新しめのバージョンを使っていただいているんですけども、えー、ちょっと OBJ の 読み込み方式が、えー、古いのが残っちゃっているような状況になってます、えー、これはおそらく内部で、えー、読み込み方法みたいなところをものすごい変えて変更して えー、OBJ のファイルを高速で読み込めるるように、えー、してるっていうような、まあ、実験的な段階かなとは思,思うんですけども、えー、ちょっとレガシーっていうのと、えー、何も書いていないのが2つ残っていますよというところになります。で、ちょっと注意していただきたいんですけども、事前にお渡しした資料では Blender 3.3.0LTS、えー、をダウンロードしていただいたかと思うんですけども、一昨日くらいには、えー、Blender 3.3.1っていう新しい、えー、ものがい リリースされておりまして、私の方で使っているのが Blender 3.3.1. で問題ないんですけども、3.3.0をお使いの方は、こちらですね、レガシーの方を読み込んでいただかないと、えー、と、プラトに付与されているテクスチャがちょっとうまく読み込めないっていう現象が残ってしまっているんで、えー、と、皆さんは、僕も今回はこれでやるんですけども、えー、皆さんの方でもこのレガシーの方を使って読み込むようにしていただきたいです。 はいでえー、とレガシーという方を読み込みまして、えー、これですね、東京都23区の OBJ ファイル、えー、が皆さんのダウンロードしたお手元にあると思うんですけども、これをダブルクリックします。 で、BLDG、まあこれビルディング、建物のことになるんですけども、これをクリックする。で、LOD という建物の詳細度のようなものがフォルダごとに分かれてるんですけども、これの詳細度の高い方、LOD2 というところをクリックしていただいて、一番数字の若い一番上のものをクリックして、その中にオブジェファイルが入っております。 で目的のオブジェファイルを見つけましたら、えー、これを選択して OBJ をインポートというものを押していただきたいです。はい。するとですね、えー、真ん中に何も表示されないじゃんっていう、えー、皆様こんな画面になってるんじゃないかなと思うんですけども、これはその、まあ、複雑な話をすると結構 GIS 的な話で、えー、実際の、えー、東京都の座標がこの OBJ ファイルに設定されてい されているからなんですねでこちらは原点の00というところに、えー、中心、こちら表示されているんですけども、実際に東京都がその中心00の位置にあるなんていうことはなくて、もっと全然違う位置に存在しています。なので、えー、僕らの方で、えー、東京都のオブジェファイルが存在している位置に移動しなきゃいけないんですね。なので、このシーンコレクションのところから,、えー、こちら選択していただいて、 ちょっと先ほども話題に出てきましたけど、点キーのドットを押していただく、もしくはこのビューから、えー、っと、ちょっと待ってくださいね。どこにあったありました、ごめんなさい。えー、ビューの選択をフレームインっていうところをクリックしていただきたいです。すると、グッと、えー、 表が移動するんですけども、まあ、皆さん、このままだと見えてない状態なのかなと思います。で、えー、これなぜかっていうと、まあ、ブレンダーの設定の方で、えー、皆さん、ちょっと N キーを押してメニュー、サイドメニューをもう一回表示していただきたいんですけども、あ、ちなみに、こちら、矢印、ちっちゃい矢印があるんで、こちらからも引っ張り出すことができます。はい。で、えー、この中の View という項目がございます。 で、この中に、えー、ビューの、まあ、焦点距離、えー、範囲の開始、終了なんていう項目があると思うんですけども、これが100メートルに設定されていると思うんですね。なんですけど、3D 都市モデル、まあ、いわゆる都市を、えー、3D 化した、まあ、実際の存在する都市を 3D 化した、えー、ものなんで、範囲が100メートルなんかで収まっているはずはないんですね。もっと1キロですとか10キロですとか、すごい、とても広い範囲のデータになっています。なので、この終了というところを、 まあ10万メートルとか、そんな感じですね。大きい数字に設定していただくと、皆さんポンと 3D モデルが出てきたんじゃないかなと思います。出てきてない方はですね、これもう一度設定していただいた、10万メートルに設定していただいた後に、もう一回選択してドットなんかを押していただくと、さすがに表示されるんじゃないかなと思っております。 はい。で、えー、3D モデルが表示できましたっていう段階になったかなと思いますけども、えー、ここで、えー、レンダリングのため、レンダリングの設定のためのカメラを追加したいと思います。でレンダリングっていうのは何かと言いますと、こういう、えーまあ、自分で作られた 3D モデルだったり、えーまあ、読み込んできた 3D モデルだったり、いろいろあると思うんですけども、この 3D 空間に表示されたものを画像として、えー、保存したりですとか、えーまあ、ここにちょっとこういう キーフレームみたいなのがあったりするんですけども、えー、自分でこの中に入っている 3D モデルを動かして、アニメーションを作ったり、えー、そんなこともブレンダーの中ですることができます。で、えー、そのためには、そのなんですかね、えー、向いてる方向、まあ、カメラの写真を撮る方向というところで、カメラが必要になってきます。で、えー、カメラっていうのもシフト A、ShiftA。 先ほどのメッシュ追加の項目があったと思うんですけど、この下の方にドラドラだと言ってもらうと、カメラという項目がございます。で、カメラをポンと追加すると、えー、原点000の位置に表示されてしまうんですね。なんで、えー、僕らが今表示させた位置というのはこの000の位置じゃなくて、3D モデルの位置にカメラを表示したいので、ちょっとだけ設定が必要になってきます。 カメラを選択しして X で削除します新しくメッシュなんか、まあ、カメラなんかを作ったときに、えー、その最初に表示される位置ってどこなのかっていうとこの原点の位置ではなくて 3D カーソルと呼ばれるこの、まあ、浮き輪みたいなマークが表示されてますけどもこの 3D カーソルの位置に新しくオブジェクトが生成されますなのでそれをまずここ 3D メッシュのある位置に近づけてあげる必要がありますので 画面右の方のカーソルというところをクリックしていただく。今まではボックス選択だったので、えー、画面をクリックすると、このようにボックスが出ていったんですけども、そうではなくて、カーソルを選択していただく。でカーソルを選択した状態で、えー、ボタンをクリックすると、こんな感じですね。自分のクリックした位置に 3D カーソルを移動させることが可能です。 なので、えー、3D モデルの近くの位置に 3D カーソルを移動させて、えー、いろいろぐるぐるっと動かしてみて、3D カーソルが目的の位置にちゃんと移動しているってことは、まず確認しましょう。で、その後に、えー、コントロール、すいません、シフト、A を押すと、えー、メッシュですね、カメラですね。カメラの設定ができるようになります。で、カメラの設定をすると、 ここにですねちっちゃくあ、ごめんなさい、えー、中に入ってしまって分かりづらいかなと思うんですけども、ここに実はもうカメラがいるよというような、えー、そんな状態になったかなと思います。でカメラ作成しましたらですね、えー、このビューのメニューのところのカメラを、カメラを見ビューにというところがありますので、ここにチェックを入れてみてください。そうすると、えー、このカメラの、えー、視点を 動かすすことができます何が、えー、ちょっと分かりにくいと思うんで、えー、このカメラをビューに押した状態で、テンキーの0を押してみていただきたいです。もしくはビュー w で、えー、とテンキーの0、アクティブカメラというところを、えー、クリックしていただきたいです。カメラを選択した状態でお願いします。で、0をすると、このようにですね、カメラが見えている画面っていうのが、えー、出ばされるようになります。で、これカメラをビューに2の状態 をチェックつけてない状態だと、えー、カメラは固定されないまま画面全体が動いてしまうんですけどももう一回ゼロキーでアクティブカメラに描画を合わせた後にこのカメラをビューにというところをチェック入れるとカメラの見ている位置を動かす、まあ、つまりカメラの位置を動かすことができるようになりますなのでこのようにです、ね、カメラをガサガサガサッと動かしていただいて まあえー、お好きな位置、えー、ということになるかなと思います。自分が、えー、この 3D モデル、ちょっと、まあ、軽量の 3D モデルを選んでますので、かなり非簡素な絵にはなってしまうんですけども、下から見てる構図だったり、上から見てる構図だったり、いろいろあるかなと思うんですけども、この範囲、カメラの範囲に、えー、収まるように設定していただきたいです。で、その状態でですね、えー、F12 キーを押していただきたいです。 F12 そうすると、ぐる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 っとレンダリングが、もう F12 キーはレンダリングのショートカットになるんですけどもえ、ぐるぐるぐるっとレンダリングが開始されてですね、このような画面が出てきたんじゃないかなと思ってます。えー、見てわかる通りですね、えー、めちゃめちゃ暗いですよね。なんで、これを暗くしない設定っていうのをこれから行っていきたいかなと思います。一度レンダ レンダービューは閉じていただいて、これカメラの画面モードになっちゃってるんで、一回ゼロを押してカメラのビューを離していただきたいと思います。で、その上でですね、画面左上、ごめんなさい、右上の方に 3D ビューとシェーディングって書いてるところがあるんですけども、これをレンダープレビューっていうものに書いていただきたいです。 ちなみにこのレンダープレビューのモードだとめちゃくちゃ重たくなっちゃいますので、えー、もしかしたらちょっと動かないよって方もい,いるかもしれないんですけども、まあまあ、画面見ながら、えー、画面を見ていていただけたらいいなと思います。で、先ほどレンダリングしたときになんか暗いなって思ったと思うんですけども要はこのレンダープレビューの状態が、えー、そのままレンダリングされるような設定になってるんですね。なんで、えー、実際にどうやってレンダリングされるのかなっていうのは、えー、このレンダープレビュー の状態で、えー、逐一確認していただくってことになると思うんですけども、えー、これ結構重いんで、普段はこちらですとか、まあ、その隣にワイヤーフレームっていうのもあるんですけども、こんな感じでワイヤーフレームの状態だと結構軽量ですんで、この状態で操作していただくのがいいのかなと思います。でも私の方では一旦、えー、レンダープレビューの状態で、えー、設定していただき,いきたいと思います。 はい、でその状態で、えー、エリアライト、まあ、要はここに、このモデル、この空間に照明を追加するよっていうところをやっていきたいんですけども、3D カーソルちょっとずれちゃったんで、また同じくらいのところをクリックして 3D カーソルを、えー、動かしてください。で、このままだとクリックするたびに 3D カーソルが動い,動いちゃうんで、えー、いい位置に 3D カーソルが移動したなと思ったら、ボックス選択の方に戻しておいていただけると、えー、変な操作にならないかなと思います。この状態でまた ShiftS。 シフト A を押して、えー、ライトを追加します。その中のエリアライトというものを選択します。そうすると、なんかビヨーンと伸びてる、えー、ものが出てきたなと思うんですけど、これを移動させます。エリアライトをクリックした状態で、えー、G キーを押すんですけども、このまま、えー、Y キーもして Y 軸方向にエリアライトを上げていきます。で、そのまま R キーを押して回転します。回転するんですけど、このままだと変、えー、な方向に回転されちゃうんで、X を押して、X 方向に回転させていきます。で、その後ですね、ライトをクリックしている状態で、ここにいかにもライトっぽい幕が。 画面右の方にあると思うんですけど、パワー10ワットっていうところを、えー、ものすごい大きな数値を設定してほしいです。10万とかだとどうだろう。10万にして、あ、今わかりましたかね。これ10万にしたときに、えー、この 3D モデルが10万ワットの力で照らされて明るくなったというところになる。もう一回10に戻すと、今暗い状態なんですけども、これを10万にすると、すごい明るくなったかなと思います。 で、この状態で F12 キーを押してみていただきたいです。そうすると、えー、さっきのものとは違って、えー、だいぶ明るく 3D モデルが表示されたんじゃないかなと思います。 こんな感じで、えーまあ、エリアライトを当て、まあ、エリアライトですとかサンライトとかスポットライトとかいろいろあるんですけども、ライティングの設定っていうのを行ってあげないと、えー、世界が真っ暗な状態でレンダリングされてしまうので、ご注意くださいというところになります。で、このままだと、えー、今見ていただいた通りかなり寂しい絵になってしまいますんで、えー、これを背景画像をちょっと追加していきたいかなと思います。 で、えー、背景画像の方なんですけども、ポリヘブンという、えー、サイト、事前説明資料にも書かせていただいてましたけども、その中から、えー、皆さんお好きな HDRI 画像を選んでいるような状態なのかなと思います。で、えー、もうすでに、えー、その HDRI 画像を取得しているよっていう状態でちょっと説明さ,させていただきますけども、画面右の方に、えー、こちら。 シーンというののこれですねシーンのワールドという項目をクリックしていただいてえ背景はそのままにカラーの,この色のついているところこっちを選択すると色がえカラーが選択されてしまうんですけどもこの色の黄色くなっているところをクリックするとえメニュー設定項目を選べるようになりますこの状態で環境テクスチャというところをクリックするとこんな感じでちょっと気味の悪い紫色が の画像が紫色になななったんんじゃないかなと思うんですけどもこの状態で開くというところを、えー、押していただきたいです。で、開いた状態で HDR という形式の HDRI 画像を、えー、開く。そうすると、こんな感じでですね、えー、このワールド全体に HDRI 画像が適用されて、えー、背景画像として利用することができます。ちょっとこれで明るくなったというか、まあ、寂しい。 なななくなったかなと思うんですけども、えー、このままだと、ちょっともともとの CTGML のモデルと背景画像の XYZ の軸の向きっていうのが異なるので、えー、ちょっと変ですよね。建物が上を向いてるのに、えー、<laughs> 背景の方の建物は下を向いてしまってるみたいな状況が起きています。これを直していこうと思います。 ちょっとメニュー邪魔なので N キーで消してしまいますね。はい、あ、ちなみになんですけど、えっ、ー、と、オブジェファイルを読み込むときに、こんな感じで Y が上とか、えー、なんか X が上、Z が上、マイナス Z が上みたいなところを選べると思うんですけど、まあデフォルトでオブジェファイルを読み込むときには Y が上が設定されています。 ただですね、これその Z が上というのを押して OBJ ファイルをインポートしていただくと実は Z 方向が上になるんで背景画像と建物の向きっていうのがピタッと合ってくるんです。合ってくるんですけど今回はえ今説明するシェーディングという機能を使いたいので、えー 背景画像の方を無理やり直していくっていうところをやっていきたいかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、シェーディングというものを行っていくんですけども、こちら上のメニューですね。シェーディングという項目がございます。これをクリックすると、こんな感じで、えー、まあ、ちょっと見慣れないメニューが開いたかなと思うんですけども、この中で、えー、先ほどのファイルを、えー、オブジェファイルを選択して、 同様に点キーのドットを押すと、こんな感じで建物が出てきたかなと思います。で、その他ですね、下の方にこんな感じで謎の項目が出てきているかなと思うんですけども、これがシェーダーエディターと言われているものです。で、シェーダーっていうのが、まあそもそも、えー、どうやってワールドを描画するのかっていうものを、これをシェーダーっていうんですけど、それのエディターになります。 で、まあ、オブジェクトっていうのが設定されているんですけども、背景画像の方を変えたいので、えー、こちらですね。ワールド。ワールドというものを指定していきましょう。そすると、こんな感じで、えー、項目が、今まで見たのとはちょっと違う項目が出てくると思います。これ、出てきてないっていう方が、もしいらっしゃいましたら、多分見えてないだけなので、えー、ズームアウトしていただくと、どっかに出てくるんじゃないかなとは思ってます。 それで、えーまあ、シェダーエディタっというのを使っていくんですけども、ここに追加という項目がありますので、えー、これの追加、ベクトル、マッピングというところをクリックしていただくと。そしたら新しく、えー、メニューが出てきます。これはクリックで。もう一個追加で、入力の、えー、テクス、テクスチャ画像、テクスチャ座標ですね。テクスチャ座標っていうのがありますので、これも、えー、クリックすると。 で、その後に、生成から、えー、っと、こちら、クリックしてビート引っ張ると線が出てくると思うんですけど、生成をベクトルに接続します。で、このベクトルを、ベクトルに接続します。で、その状態で、X、あ、ちょっと待ってくださいね。これ、えー、Y の方が回転されちゃったで、X を270度回転させてみてください。 でこの画像ではちょっと何も変わったようには見えないんですけども、この設定を行った後で、えー、レイアウトの方に戻っていただくと、えー、背景画像がシェーダーエディターによって270度回転されて、えー、こんな感じで見えるようになったかなと思います。はい。この状態で F12 キーを押してみていただきたいです。 あちょっとカメラの設定、カメラの向きがあの下の方向いてたんで、こんな感じに見えちゃってるんですけど、背景画像がちゃんと適用された形で、えー、レンダリングできたんじゃないかなと思います、はいまああの。カメラの向きを変えると、こんな感じで都市の背景があ見えていて、この表示した 3D モデルっていうのが。えー 背景の都市に混じった形でうまく混ざり合って溶け込んだ状態でレンダリングができたりするんですけども、えー、今回はちょっとカメラの向きを下に向けていたんでこんな感じの描画になってしまいましたが、えー、皆さんここまでは大丈夫でしょうかつい,てついてこれましたでしょうかはいえっ、ー、とこんなことをやっているともうあと20分くらいしか。 えー、残り時間がないというところで、えー、なかなか中級編いろいろやっていくのが難しいなっていうところではあるんですけども、一度救急を取ろうかなとは思っていたんですけども、ごめんなさい、時間がないので、えー、このまま継続させていただきたいです。はい、資料の方では、えー、こんな感じですね、えー。中級編入ってきましたというところで、あ、ちょっと参考までに見せておきますと、今、 同じモデルを表示させてるんですけども、背景をこんな感じですね。まあ、ちょっと多少溶け込んだ形で、えー、描画させたりなんていうのが、えー、皆さんカメラの設定を変えることでできるようになった状態かなと思っております。はい。一旦休憩を取りたかったんですけども、中級編にそのまま入らせていただきます。えー、このままいくと、ちょっと。 と全部の説明はできないかなと思うんですけども、もう少しだけブレンダーの操作みたいなところをやっていきたいと思ってます。えー、まず、えー、こんな、今今回表示させている 3D モデルっていうのはかなり軽量なファイルです。えー、ここ見ていただいてもわかる通り、今表示しているファイルっていうのは3 4 8キロバイトものすごい軽量なファイルなんですけども、 えちょっと他のファイルを見てみると2メガバイトだったりとか建物が多いところだとまあもっともっとえファイルサイズが肥大化していってしまうのが現状かなと思ってます。ちょっと今開くたんびに軽量なファイルしかあれ出てこないんであれなんですけども何十何メガとか百何十メガなんていう 3D モデルもございます。 そんなモデルを軽量化したいっていうところにちょっと着目していきたいと思うんですけど、まず、基本的にこの 3D 都市モデルっていうのは区画ごとのデータになってるんですね。なんで、オブジェクト1個1個が分離していなくて、建物すべてが同じ単一のオブジェクトとして生成されています。 これをまず、例えばこの建物だけ使いたいですとか、まあそんなようなことがあった場合に構造を分離する必要がありますが、3D トスモデルは実際に建物ですので、このモデル自体というか建物自体はしっかり分離されているんですね。くっついてないんですね。なので、これ分離するときには結構簡単に作業をすることができます。オブジェクトモードの状態で 3D モデルを クリックしている状態で P、P のキーをクリックしてみてください。ちょっと出てこないな。ごめんなさい。えー、なぜかショートカットが今ちょっと使えない状態になってるんですけども。あれちょっと出てこないですね。 の紹介をしたかったんですけどはいすいません、えー、出てこなさそうなんで本当はえっ、ー、と P キーを押すとえっ、ー、と構造的に分離するかマテリアルで分離するかみたいなところが選択できるはずなんですけどもちょっと出てきて、えー、出てこない状況になってます でえっ、ー、と、半角、A、数字のモードにしているんですけども、ちょっと出てこないですね。はい、すいません。えーえー、ごめんなさい。出てこないんで、ですけど、皆さんは出てきてますかね。えー、皆さん出てきている状態でしたら、えー、あ、すいません。編集モードですね。 オブジェクトモードではなくて、編集モードに移動した状態で、えー、だとこんな感じで、えー、さささとワイヤーフレームが表示されているかなと思います。この状態で、えー、P キーを押すと、分離というのが行えます。すみません。とはい、分離を行えますので、構造的に分離したパーツでを、えー、選んでいただきたいです。 すると、えー、パーツごとに、えー、モデルが分離されて、さっきまで1個だったのが、えー、1001002のような形で、えー、構造的に、えー、パーツが分離されます。この状態で、 編集モードからオブジェクトモードにタブキーを押して移動すると、こんな感じですね、えー。オレンジ色の枠線見えてるかなと思いますけど、パーツ1個だけ選択するってことが可能になります。この状態で G キーを押すと、ちょっと今軸の関係でものすごい勢いで移動しちゃうんですけども、こんな感じですね。パーツだけで一、えー、つの建物だけを選択して移動するっていうことができます。エスケープキーを押すと元に戻すことができます。 こんな感じで、残りの CityGML のオブジェクトを選択した状態で削除して、一つの建物だけを利用する。まあ、こんなようなことも可能になります。そうですね。さらにポリゴンの圧縮方法として、例えば代表的なこの大きな建物を選択した状態で、モディファイアという機能がございます。 で画面左の方にある、えー、こちらですね、えー、スパナのようなマークがあるんですけども、これでモディファイヤーを追加。もしかしたら英語になっている方もいらっしゃるかなと思うんですけども、デジメート、デシ,デシメートというものがございます。なので、これデジメートというのをクリックして、えー、この選択したオブジェクトだけちょっと見えるようにしておきましょうか。スラッシュで、えー、これだけ表示します。 でこの状態でデシメートのモディファイヤーの比率というものをガガガガガガガッと下げていくと、ポリゴンがどんどん荒くなっていくのがわかると思います。これを000にするともうポリゴンが荒いというか存在してないような状態になるんですけども、これで、えーまあ、例えばですね、比率をちょっとだけ、えー、こんなもんですかね、ある程度、 妥協できる範囲で、えー、ポリゴンの頂点数を簡単に減らすことができます。これだけで比率が、えー、0.4863とかになってますので、まあ、半分分くらいの、えー、頂点数が今ちょっと減ってるというところになりますので、これがダイレクトにレンダリングですとか、あと編集するときの、えー、重たさに関わってきますので、 えー、とてもとても大きな CTGML の LOD2 のモデルを複数の地域を合わせて、えー、編集したいだなんていうときには、このデジメートモディファイヤーが有効に使えるかなと思います。またこれ、非破壊的に、えー、ポリゴン数を減らしますんで、いつでも戻すことができます。っていうのも、えー、結構使い勝手のいい、えー、モディファイヤーなのかなと思います。 えとちょっとまた話は変わってしまうんですけども、出力するときですね、えー、いろいろと頂点を編集したり面を編集したりって、新しいモデルを作ったときに当然保存したくなると思います。そういうときは、このモデルをクリックした状態で、えー、エクスポートを行います。で、えー、おすすめなのが、えー、オブジェ形式にするんではなくて、えー、G、 LTF2.0 スラッシュ glb gltf というのがあるんですけど、こちらを選択されると良いかなと思います。例えば、これメイン glb という名前で同じディレクトリにエクスポートしますと。そうすると、今まではたくさん OBJ ファイルってあまりよく見てない方は、 難しくて分からないと思うんですけど、こんな感じで,です、ね、複数ファイルに分かれているのが一般的です。なんですけど、複数ファイルに分かれているとちょっと取り扱いがめんどくさかったりっていうこともありますので、えー、GLB っていう形式にすると、バイナリ形式になるので、まずファイルサイズが圧縮されるというところと、えー、と1ファイル。 で、えー、取り扱いがすることができますんで、何かしらちょっと、えー、モデルを保存するですとか、そういうときは、基本的には GLB の形式で出力するのをお勧めしています。あと GLB っていう形式ですと、オブジェ形式のファイルとかとは違って、えぇ、ー、Web 上、えぇ、ー、WebGIS ですとか、まあ、普通に Web の、ウェブサイトを作るときなんかっていうのにも、かなり取り扱いがしやすい。 形式になってますんで、えー、GLB t いうフ形式で出力、まあ、インポートもこちら行えますんで、えー、それで行うことをお勧めしていますというところですね。はい、そんな感じで、あとはちょっと、えー、ガサガサっと。し ごめんなさいね、えー。飛ばさせていただきまして、一回、えー、このオブジェファイルっていうのはすべて削除していただきたいです。ここからはハンズオンというよりも、ちょっと見ていただくことの方が多くなってきてしまうかなとも思うんですけども、えー、オブジェファイルが存在していない都市モデルを利用した場合、利用したい場合の使い方っていうところをちょっと説明、スライドの方で説明させていただきたいと思っております。 で、例えば、えー、代表的な例として、えー、静岡県掛川市なんていうところだと、オブジェファイルが、えー、存在しておりません。まあ、こういうところは他,に他の都市にもあるんですけども、見ていただいたとおりですね、CGML の形式と、あとジオ JSON ですとか、ジオ TIFF なんかっていう形式でしか、えー、存在していないんですけども、こういうモデルを ブレンダーで利用するにはどうしたらいいのかっていうところで、えー、公式、まあ、あの国土交通省公式からこんな丁寧なハンドブックがえ発刊されていきますで。そこでは FME というツールを利用すると変換できるよということが記載されております。で、この FME というツールはその製品版ではないもの、まあ、お試し版のようなものは個人で利用する分には何も問題なく利用できるんですけども、 商用利用なんかを考えたときには、えー、ライセンスが1本で50万円とか60万円するような、まあ、結構高価な、えー、ソフトなんですね。なで個人利用にはいいんですけど、えー、商用利用となるとちょっとハードルが高かったりっていうところがあるかなと思います。なんで、えー、そういうときには CTGML ツールスっていうものが、えー、利用しやすいです。ここで Docker っていうものを使ったりはするんですけど、あれちょっと消えちゃってますね。 えー、こちら、この間までは、その、東京都デジタルツインのえとリポジトリ、GitHub のリポジトリで、日本語訳が公開されたりしておりました。こんな感じですね。なんですけど、今見るとちょっとなくなっちゃってそうなえ雰囲気でしたね。非公開にされたのかなとも思うんですけど。もう一回 8は URL がちょっと間違ってただけですね。こんな感じで、東京デジタルツインの、えー、公式リポジトリの方から、CTGML、え、ツールスっていうものの使い方みたいなのが細かくずらずらずらっと日本語訳されたものが、えー、記載されています。で、この CTGML ツールスっていうのはオープンソースで、誰でもその改良するのも自由ですし、まあ、使うのも自由っていうような、えー、ライセンスを持った、えー、ソフトになります。で、こちらの CTGML ツールスを あと CJIO って、こちらも Docker から使えるオープンソースのソフトウェアになるんですけども、こういうのを利用して、ちょっと長ったらしい難しくて、あれだと思うんですけども、こんなようなコマンド。これは一回、その、この講座ハンズオンが終わった後にでも一度お試しいただければとは思うんですけども、こんなようなコマンドを実行することでですね、OBJ 形式に変換することが可能です。 で、掛け合わしの OBJ 形式に変換したデータっていうのが、えー、こちらにもう既に用意していたりはするんですけども、これをちょっと読み込んでみると、えー、実際に読み込めますよというところだけちょっとお見せしたいかなと思います。これかなはい。これをまた移動すると、えー こんな感じですね、まあ、これだけ見せられてもというところではあるかなと思うんですけども、ちゃんと CTGML しか存在しなくて、オブジェが存在しなかった都市モデルっていうのも、LOD2 ですね、詳細な都市モデルっていうのをちゃんとブレンダー上で読み込むことができるよっていうご紹介になります。はい、それとですね、えっ、ー、と、まあ、なんでこれ掛川市の CTGML を対象にしたかといいますと、 ご存知の方ももしかしたらいるかなとは思うんですけども、天群データというものがございまして、こんな感じですね、えー、っとその地上、もデジタルではない現実の世界をレーザーでスキャンして、えー、っていうようなデータがあります。ちょっとズームしていくとわかると思うんですけども。はい。こんな感じの天群データっていうものが、えー、あるんですけども、静岡県 に関してはものすごいま先進的な都市というか天群データデジタル化についてものすごい進んでおりまして静岡県全域全ての地域で天群データが整備されていますなのでこの天群データっていうのを誰でも自由に利用することはできるんですけどもこれをブレンダー上で表示させたいっていう時にはちょっとハードルが高いです まあ例えば、えー、掛川城付近のデータというのをダウンロードして、えーまあ、リンクの方にも直接、直リンクが貼ってあったりするんですけど、まあ、これが掛川城付近の地域になります。でこれをダウンロードすると、えー、RAS っていう形式のファイルが出てくるかなと思います。でこれとちょっとお見せできればと思うんですけども、この RAS っていう形式のデータは、 またまたオープンソース。これ OSS っていうのはオープンソースソフトウェアの略なんですけども、誰でも自由に利用できるツールとして、クラウドコンペアという OSS が存在しています。こちらの方にダウンロードしたラス形式のデータっていうのを直接ガサッとドラッグドロップしまして、いろいろ英語で書いているんですけども、アプライオール。で、イエス o オールをクリックすると、 ちょっとだけ読み込みに時間がかかりますが、こんな感じでですね、天群データっていうのはとてもサクッと読み込むことができます。はい。で、こちら掛川城になるんですけども、おっと、ちょっと、ごめんなさい。えいですね。はい。こんな感じで,ですね、えー、結構手軽に 天群データっていうのを、えー、取り扱うことができます。ファイルサイズ自体は、まあ、かなり、えー、重たいので、まあ、130メガとか、まあ、多いもの。この掛川城、ここに見えている掛川城の、えー、詳細な天群データとかだと、まあ、5ギガバイトっていう、まあ、とんでもないファイルサイズにはなったりするんですけども、えー、そんなデータっていうのもこのクラウドコンペアの中で、えー、表示することができると。で、えー、その中でファイルを 2ファイルクリックして、エディットのマージというところをクリックします。<ん>あ、ごめんなさい、こっちですね、えー。こっちの天群データの方をクリックして、えー、マージというところを押します。で、インデックスを作りますかっていうのが出てくるんですけど、こちらはノーで OK です。 そうすると、この突破地域、これちょっと横長ですよね。もともと真ん中、ここの位置でえ天群データが2つに分かれていたんですけども、それを1つに統合したというのが今の操作、マージの操作になります。で、その後に、このまま取り扱うんだと、思う詳細なデータすぎて、ちょっとデータが重たいので、サブサンプルでポイント数っていうのを、これ1に設定します。 そうすることで、えー、ポイント数っていうのを、えー、減らして、まびくことが可能になっています。これでちょっと軽量化を図ってるってと,ところですね。こんな感じで、ちょっとまびかれたのがわかるかなと思います。で、まびき後のサンプル、サブサンプルって書いてるものを選択して、えー、っと、こちら保存、まあフロッピーのマークなんですけど、こちら保存のボタンを押して、 ファイル名を指定します PLY でこの時に、えー、PLY メッシュという拡張子を選んでいただきたいです。で、この形式で、えーほえー、とバイナリー形式で保存をすると、こんなような PLY という形式になったんですけども、間引いたので、えー、ラス、 ファイルの状態だと合計260名があったんですけども、19.3メガバイトまで間引かれたという形になります。で、えー、先ほどのちょっと、えー、邪魔な 3D モデルっていうのは削除した状態で、ファイルの、えー、インポートの中から、えー、PLY というのが選べます。天群データを読み込むときにはこの PLY というところですね、えー。この形式にさえ変換していただければ、 え、天群データっていうのをブレンダーで読み込むことが可能になってます。はい、ちょっと重たくて時間がかかってますけども、えー、こんな感じで読み込まれたかなと思います。で、えっ、ー、と、えー、このままだとちょっとよくわからないですよね。一応天群データがもう読み込まれたっていうのは、えー、見ての通りかなと思いますし、おそらく、これ見えますかね。えー、掛川町っぽいのも、えー、表示されてるような あのが見て取れるかなと思います。なんですけど、このままだとちょっと分かりづらいっていうところで、今ちょっと処理が重たいので、実演しながらっていうのはできないんですけども、Blender のプラグインの方で、Point Cloud Visualizer っていうプラグインがございます。そうすることで、これを利用することでちゃんと色付きでですね、Blender で天群データっていうこと、天群データを見ることができますので、天群データを並べたその隣に、え、ー プラトンの 3D 都市モデルを並べて、えーまあ、一部は詳細な天群データ、一部は都市モデルの LOT2 のモデルみたいなような、そんな使い方も、えー、可能になります。はい。<laughs> そんなこんなでもうあと4分くらいになってしまって、えー、とても駆け足でも申し訳ないんですけども、まず天群の操作っていうのがこんな感じでできますよと。で、最後にですね、えー、もう一点だけ。 ちょっとやりたいことがあったんですけども、Blender GIS、もともとその PLATO の発端というのが地理空間情報システム、GIS というもの、これを、えーまあ、都市レベルで行っていこうとか、まあえー、いろんなデータを付与していこうみたいなところから、えー、来たのが PLATO の CTGML っていう形式の、えー、ファイルなんですけども、えー、この GIS っていうのも Blender、えー、上で、えー、いろいろ操作することができます。 プリファレンスの編集のプリファレンスの中から、えー、拡張機能を選ぶところがあるんですけども、僕の方はちょっともうすでに有効化している状態なんですけども、インストールのところから、えーっと、事前準備資料に書いてあるリンクに飛んでいただいて、えー、Blender.gis のダウンロードリンクがございますので、そこに ZIP ファイルをダウンロードしてインストール。 のボタンから Blender.gis の ZIP ファイルを選択する。そんなような、えー、インストール方向になるんですけども、これをインストールすることで GIS のデータが取り扱うことができます。実際どんなことができるのかというと、えー、GIS というこのメニューが追加されるんですけども WebGeoData Web っていう項目がございます。で、このベースマップの中から、えー OSM OpenStreetMap っていうものを選びまして、このまま OK を押すと。すると、ちょっと出てくるかな。ああ、ズームされた状態になっちゃってますね。今、ちょっと引きの状態に戻したんですけど、こんな感じで,ですね、ブレンダー上で世界地図を見ることができます。例えばその世界地図をすごいズームして、 で東京のあたりんちょっとダウンロードに時間かかっちゃってるんですけどもぐ,ぐぐぐぐぐっとズームしていって、えー、この中央区のあたりですかね僕は東京に住んでいたことがないんであまり都市感がないんですけどもこのあたりを、えー、表示させた状態で E キー E のボタンをクリックするとその地域がこんな感じですね 地図上に、えー、ブレンダー上に地図を取得することが、えー、できます。で、さらにこの地図を取得した状態で、えー、この Get OSM っていうボタンを押すと、これとても時間かかる、なんか20分くらいかかっちゃう操作なんで、えー、何もできない。今お見せすることはできないんですけど、どんな感じになるかというと、 こんな感じですね、えー。ブレンダーに地図を載せて、その地図上に実際に存在する建物っていうのを、こんな感じでガサッと、えー、ブレンダー上に表示させるっていうことも、えー、可能だったりします。まあ、この他にもですね、えー、全然紹介はできなかったんですけど、ちょっと見てわかりますかね。えー、この地図内に入っている土地の地形を表示したりですとか、あと、ブレンダー GIS の、えー、機能で、 ちょっと見づらいかなとは思うんですけど、はい、東京都の行政会、えー、なんとかく何丁目とかですね、こんなのも、えー、GIS、BlenderGIS で表示することが可能ですし、この BlenderGIS で表示したこの中に、えー、プラトンのデータっていうのも当然同じ。 例えば、先ほどのデータでしたら、東京都の中央区のこの辺りとかに、プラトンの都市モデルを表示させるなんていうこともできます。GIS データっていうのと、3D データっていうのとプラ、プラトンのデータっていうのをすべて重ねる。 えー、そして分析なんかを行うっていうことも、ブレンダー GIS でできるよっていうことを紹介したかったんですけども、えー、このあたりで時間が来てしまいましたので、えー、今回のハンズオンを終了させていただきたいと思います。えー、めちゃめちゃ駆け足だったかと思うんですけども、えー、ありがとうございました。はい、西尾さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。うん、皆様、長時間お疲れ様でした。まだあの疑問等もあるかもしれませんけれども、あの、 えー、プラトーのスラックの中で情報交換なども行われてますので、えー、先ほどもご案内いたしましたけれども、プラトーの公式ページからね、たどれるようになってますので、えー、情報交換等をしていただけると良いかと思いますで。最後にですね、2022年度の各種開発イベントの集大成として、3D 都市モデルの開発コンテスト、プラトーアワードも現在すでに募集中です。まあ、すでに先のオブも いただいてますけれども、えー、プラットが提供する 3D 都市モデルを利用したものであれば、えー、作品のジャンルは問いません。す、え、で、ー、にサービスインしているものあるいは、えー、ね、あのハッカソンでこれから作られるものとか、えー、いろんな角度であの評価させていただきますので、えー、ぜひご応募ください、えー。応募締め切りは11月30日です。 えー、あの皆さんの作品の応募をお待ちしてます。はい、<laughs> ということで、えー、本日はご参加いただきまして、誠にありがとうございました。また講師の西尾様ありがとうございました。えー、ぜひアンカイとのごご回答にご協力 えよろしくお願いいたします。QR がえー出ておりますけれども。えー、また今後のイベント等、えー、詳細、えー、スラックのコミュニティへの参加はこちらの QR コード。まあ先ほど、あの、プラトンのページからと申し上げましたけど、こちらの QR コードからも入れますので、えー、ぜひアクセスしてください。これはまだしばらく表示されるということですかね、この画面は。えー、ということで、えー、今日は皆様ご参加ありがとうございました。 以上様ありがとうございました。ありがとうございました。